どうも、サムライミーティングをご覧の皆様、こんにちは、マック鈴木と吉高とミニゴリです。本日はこの二人に無理くり呼び出されてこのスタジオまで来たんですが、僕は内容を全く知らないので吉高さんに説明をしてもらいましょう。マックさん、マイボー好きですか？大好きです。300本用意したんですよ。はい、はい、何味が一番好きですか？ちなみにとんかつ、僕これ大好きです。それからちょっとたこ焼きとか、あの辺も好きです。 YouTube を何個か見てて、はい、面白そうな企画があったんですよ。はい、シャトルランって知ってます？ちょっといまいち僕分かんないです、あれの内容が。 20m 間を走るやつ、はい、の食べる版で、シャトルイートっていうのを結構前にはじめ社長がやられてて、はい、それをうまい棒でやられてたんで、はい、フードファイター枠でちょっと鈴木さんもこれ、ギネス出ちゃうんじゃない？大丈夫？これ今一番最高が誰だっけ？現時点で一番最高がドラコさんで51本です。ドロック、はい、51本です。お、それ50本ってすごいの？ちょ、いまいちわからない、その。かなりすごいです。まあ、51本と。51本。はい、はい、はい。ドラコ君以外の記録ってあるんですか？例えば、その、はじめ社長さんとか。リスタマリボンドさんの、トミーさんが、はい。20本。トミーさんが20本。はい、あ、結構食べれる人でもそれぐらいってことか。結構きつそうでしたね。つまり、その、飲み物もちろんありきなんですけど、はい。それでも結構しんどそうでしたね。じゃあ、これつまりその早食いみたいな感じなんですか？そうですね、早食いです。早食いを続けられるか続けられないかみたいな。結局どんどん早くなっていくじゃないですか、シャトルランって。もう早速やってみますか。ちょっとなんかすごい楽しみですね。なんか正直あんまり今日もこんな全部いけんだろうぐらい思ってるんですけど、一旦とりあえずちょっと3人で1対1対1で。あれで何急に歩き出しちゃって。ちなみにちゃんと罰ゲームあるんで。はい、罰ゲーム、はい、ちょっと皆さん、ここでちょっと一つ申し上げたことがありまして、このね、吉高さんっていう方はイケメンではあるんですが、多分ね、笑って人させるタイプなんですよ。なんでね、さらって言ってるけど、多分ね、なんか僕は嫌な予感がしてる。え、罰ゲームで今発表するんですか？しない？いや、ちょっと待って、どうしよう。いやー、お願いします。何これ？ちゃんと食べ物です。塩味ついてる。うお、マジ無理！これ多分、いわゆる虫ですよね。そうですね、コオロギとバッタと、うわぁ、これ寄れます？うわぁ、無理。フルモザ、こういう角度で攻め出したんだね、三代ってね。じゃあ、これは3人でバトル、早速じゃあ、はい、おぉ、さあ、それでは用意ができたということで始めていく感じでいいんですか？これは行きましょう。おぉ、意気込みなんかちょっと聞きたいです。何本ぐらいいきます？30は信じていきたい。おお、吉田さんは？カンタさんが10本だったから、うん、10本超え。じゃあ2人で水たまりものさん超えを。じゃあ僕ドラム君超えで頑張ります。50超えで。このテストは電子音に合わせてできるだけ長く 20m 間隔の線の間を走り続けるものです。3、2、1、2、3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 、
54
82。136、137。
これはね、虫30個どころか虫1袋でいいんじゃないですか。はい、おっ、おっ、おっ、仲間を売ったぞ。で、第2位が僕が17本です。おっ、で第1位、はい、堂々の新記録じゃないですかね。はい、153本。イエーイ、ありがとうございます。あれ、なくなるんだね。本当に口の中がだいぶガチでちぎってます。ありがとうございます。じゃあ、発言コーナーに移動しますか。はい、絶対カットで。なんか淡々と説明、基本的になんか抑揚がないんだよ。抑揚がなんかたーみたいな。はい、ということで、おお、出せるじゃないですか。どうですよ、皆さん、やってみた感想は。僕からですか。はい、想像以上に楽しいというか、集中できたというか、バラエティ感がなんかもう全然、結構僕割と序盤からなくて、迫られてるけどやっぱ食わなきゃみたいなところから、なんかプライド刺激されて、なんかすごい結果楽しかったっていう。ただ結果がすごいのかすごくないかちょっと正直よくわからないんで、もしこれ第2弾あったら、その今の自分を超えたいなという感じで、僕は本当に楽しみました。ありがとうございました。大石坂さん、感想ありますか。これはそうだね、根性が足りなかった。日本でこう終わっちゃいましたと、で2人のを見てますという時の正直な心境ってどういう感じなんですか。あの時多分取り残されてる感じじゃないですか。そうですね、やっちまったみたいな。いや、でも俺何しようみたいな。そう、やっちまったっていうのと、どういう目で鈴木さんをこの写真残り見てればいいのかなって。その辺がね、本編ではね、限りなくリアルに映ってると思うんで、これを聞いてまた巻き戻してね、ガラドバックしてもらって見てもらうの楽しみの一つじゃないかなと。あー、それは T シャツでしたね。はい、じゃあ肝心なディレクターさん、いかがでしたか、ニゴリちゃん。最初がちょっとタイミング分かんなくて、はい、3本目で4本食べたりしたんですよ。はい、でも途中から掴んできたんですけど、やっぱ早くなるにつれて流し込めなくなったんですよ、水で。なんか口の中に全部うまい棒入って、うん、そこにこうシャッて流れるだけで、うん、喉に通っていかなくて。分かる見た感じすごい簡単そうに見えるじゃないですか。うん、難しいですね。確かに、でもこれ見るとやるじゃ落ちないかもしれない。うん、違いますよね。違うね。はい、でも10本以上はね、17、はい、お、じゃあ次回あったら何本ぐらい。30番いきたいなと。お、じゃあこれはあれですね、もう今回の記録を次回抜けなかったら、もうちょっと際どい罰ゲームしましょう。まだ正直これ多分割とほら可愛いじゃないですか、言ってもね、もうシルバニアファミリーですよ、これ。罰ゲームの中で言ったら。いや、もうこんなんじゃない、もっとゾイドぐらい、ゾイドぐらいバコーンいったやついきましょう。これ系で。次回、次回の方に
シャトルイートうまい棒編リベンジと行きたいので、コメントといいねお願いします。お願いします。お願いします。バイバイ、はい、バイバイ。吉高さんによる罰ゲームのコーナーを行ってみたいと思います。虫食レポ。はい、で吉田さん、それぞれ何を食べますって言って、で基本的に水分は流し込んだなっていうこちらが判断したら、もう一回同じものを食べてもらうのでそこは、はい、正確な感じでジャッジさせていきますんで、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。罰ゲーム吉高さん虫食レポ編、どうぞ。5種類、5種類どうせモザイクかな。カイコ、シルクワームだそうです。いきます。いかがですか、お味の方は。いい顔してる。なんか釣りの練り餌、わかる。あ、食ってる感じ。が、カイコ。うわ、ちょっと罰ゲームなのに男前なの腹立つね。で、次もうこれ頭ないし、何こいつ。多分、コオロギかオケラ。形が残ってないだな。そのまま来てもらう。何しんマクさんに拾ってくれたの。入らないでしょ。破れちゃうでしょ。でパンパイホクホクケビなんなんかね、コオロギ味しない。おー、なんかその塩分とか、はい、なんかそのなんか糖分みたいな、そういうのもない。何もないです。なんかこうエビの殻食ってるから、だしが抜け切っちゃってエビの殻食ってる感じ。カピカピになった。これ物自体になんか栄養価みたいなことあるんですかね。虫ってなんか栄養価高いんだよね。高いんだよね。タンパク質が豊富な。へえ。だから芋虫系がすごい豊富らしいです。食べる？いや大丈夫です。じゃあどんどん行ってもらいましょうか。はい、次ゴキブリさんこれ。まあ、俺もゴキブリですよ。俺もゴキブリですね。なんかちょっとなんか薄くなったカリン島みたいな。イモムシです。これサゴワーム。いってもらいましょう。いってもらいましょう。うわ、これ一番嫌だな。一番あれですよね、見た目的にきついやつですね。辛いね。でこのバッタもきついんだけど、顔がバッタそのままなの。300円のガチャで売ってるよね。コオロギが喉に引っかかった。パワーアウトじゃない。パワーアウト。あ、これまず。苦いですね。苦い、なんか薬みたいな、薬っていうかなんか漢方みたいな味がする。内臓の味ですか。なんでそんな黒い声なの。これ相当ムカつくんだよ。さっきから人のライダース来たり。あ、これ一番ダメだわ。ワームが、ワームが一番まずい。うわー、これでいいですか、はい、じゃあ、なんか、またコオロギ。コオロギこれ、あ、オケラ。オケラですね。これ取れないからあるのこれ。これオフショット。
あ、そうなの。罰ゲーム。ありがとうございます。目が。うん。一緒だね。味しない。うん。けど、なんか口の中で。虫食ってるっていうイメージがもうダメだね。確かに。はい、バッタ。バッタです。はい、つぶらな瞳です。仮面ライダー。わっ。ん？お？なんかエビっぽい。エビ？うん。味としては一番欲しいですか？うん、マシ。マシ。美味しくはないです。どれ一つとして美味しくはなかった。うん。結構リアルめに、はい、こう込み上げてくる。ああ。なんか臭みが。なんか後味が悪い感じですね。いいですか。すいませんでした。11個とかもう無理です。